チャーブティー。はい、まえのんです。はい、今日はですね、私が最近使っているリップのご紹介をしたいと思います。どうぞ。はい、早速ご紹介していきたいと思うんですけれども、まず商品はこちらです。ででーん、インテンティオのダブルカラーリップなんですけれども、こちらですね、こちらの4色がもともと発売されていたアイテムなんですけども、こちらは色味がですね、ピンクベージュとレッドオレンジとセクシーレッドとガーリーピンクの4色なんですけど、10月の1日にででん、ちょっと大人なダークカラーですかね、クランベリーレッドとココアブラウンの2色が発売されまして、こちらのね、2色私実際に使ったことがあるんですけど、この4色私まだ使ったことがないので、この4色と以前ね、私がインスタとかにも載せたことあるんですけど、この2色の、つまり1、2、3、4、5、6色レビューしていきたいと思います。ということで早速1つずつご紹介していきたいと思うんですけれども、まず最初にご紹介するのがこちらです。 W1 のセクシーレッドというものなんですけれども、はい、ということで早速開けてみたいと思います。はい、このなんかデザインが若い子も使いやすいし、大人も使いやすいデザインだなと思って、最初の色ですね、セクシーレッド、こんな感じの色になっています。これ、この色も分かりづらいかもしれないんですけど、一言で言っちゃうとリップがあります。中央に丸があって、外見と中身で性能が違うんですよ。インテンティオのダブルカラーリップって言うんですけれども、その名の通り2層式のリップになっておりまして、1本でボリュームの効果とティントの効果が2つあってですね、この周りの方がボリューム保湿ケアカラーになってて、内側の部分がティントの効果になっているので色が落ちづらい成分になってます。早速1色目塗ってみたいと思います。セクシーレッド塗ります。はい、こんな感じです。なんかこのリップを私まだ7番と8番しか使ったことがないんですけど、使った時に思ったのが、なんかこの商品はすごくリップクリームとしての力の方が私は強いと思って、とにかく保湿されてる感じなので、リップっていうよりはリップクリームに色がついてるって感じですかね。そしてティントなので色が長持ちしてくれるリップになってます。そして初めて使った時に思ったのが、めちゃくちゃいい匂いなんですよ。全部ね、ジューシーマンゴーの香りなんですけど、めちゃくちゃいい香りなので、これはなんか常にリップ塗りたくなっちゃう感じです。はい、色味はまずこんな感じです。よいしょ、ナチュラルですね。はい、続いてご紹介するのがこちらです。 W3 のガーリーピンクという色です。名前が可愛い。あ、めちゃくちゃピンクですね。なんかお菓子みたいなピンクかも。サーモンピンクみたいな色かな。塗ります。こんな感じ。あ、ちょっと分かりやすいかも、この色。こんな感じ、めっちゃガーリーですね。なんか白いニットとかちょっとガーリーな格好してる時にめちゃくちゃつけたい色かも。はい、続いてご紹介するのがこちらです。 W の5番、レッドオレンジです。レッドオレンジってめちゃくちゃ私が好きな色だ。オレンジなんだけど赤リップみたいな。どっちが強いんだ、レッドの方が強いのかな。あ、オレンジのが強そう。オレンジの方が強い色ですね。あ、でも私こういう色のリップ探してて最近。乗せます。もう乗せてた塗ってても乗せますって言ってた。こんな感じ、なんかオレンジリップのクリーミーバージョンって感じかも。クリーミーリップ、まだ全部つけてないですけど、つけてて思うのが肌なじみがすごいいいかも。リップつけてますみたいな感じがしないっていうか、こんな感じがすると、やっぱり保湿効果がすごい高い。こんだけリップいっぱい塗ってるのに全然嫌な感じがしない。はい、続いてご紹介するのがこちらです。ででん、 W の6番、ピンクベージュですね。ベージュ系のリップ私似合うかな。めっちゃベージュかも。使いやすそうなベージュですね。なんかベージュってすごいベージュ感強いのかなと思ったけど、発色がいいベージュな感じする。でもおしゃれかも。つけてみよう。あーなんか綺麗なお姉さんがつけてそうな感じ。手を間違えた。こんな感じで、なんかベージュ新鮮かも。実際の唇の色より綺麗な色に見える感じですね。はい、続いてご紹介するのが新色のものですね。こちらです。 W の7番、クランベリーレッドです。7番も可愛いんですよね。めちゃくちゃ8番も好き。私7と8めっちゃ好きなんですよ。
ランベリーレッドです。なんか鉢はちょっとほんとブラウン寄りなんですけど、こっちはなんかラベンダーっぽいというか紫寄りのブラウンか。乗せてみます。うん、いい感じ。多分気のせいだと思うんですけど、個人的になんかクランベリーレッドだけなんかクランベリーの香りがする気がする。気のせいだと思うけど、はい、ジュージーマンゴーの香りって書いてあります。でも本当にナチュラルですよね、全部。なんか OL さんとか働いてる方とかすごい良さそう。大人女子にすごいいいかもしれない。はい、最後にご紹介するのがこちらです。 W の8番ココアブラウンです。そしても7と8、8の方が好きかな。8の方が最近よく使ってるかも。8番はこちらです。こんな感じ。あ、これすごい分かりやすいじゃないですか。2層の感じ、周りがブラウンで中が明るめのオレンジって感じ。乗せます。これめっちゃ可愛いですよ。はい、なんかナチュラルにトレンドを押さえて出る感じですかね。ね、私この色が一番好きかも。7も好きだな。7と8が好きかも。やっぱ新色めっちゃ好きかも。はい、じゃあこの色でちょっと色が分かりやすい色なので、ティッシュでオフしてみてどれぐらい落ちるのかを見てみたいと思います。今がこの色です。いきます。あ、でも塗る前よりは残ってる感じがします。なんかでもティント効果っていうよりは私は保湿の方が強いかもしれないです。でも元々の発色が普通にナチュラルなので、なんかそのナチュラルの割には残ってる感じがします。でもなんかやっぱ保湿力がすごい高いです。何が入ってるんだろう。保湿スクワランと蜂蜜エキスとアボカド、アルガンオイル、ヒアルロン酸、唇の水分に反応しナチュラルに色づきます。発色には個人差があります。通常のクレンジングでオフ OK。私これインスタに載せた時にコメントとかでめちゃくちゃ可愛いみたいなのが来てて、その次の日かな、ツイッターのリプでファイナルのインスタ見て買いましたみたいな3、4人ぐらい私見たので、やっぱこれ今時の女子がめちゃくちゃ好きなデザインというか、ここへの目に止まりません。普通のリップとかより使ってみたいって私は最初に思って買ったんですけど、良きです。ドヤ顔してやめてもらっていいですか。良きですって言ったら良きって全然だな。よかった。ということで紙に色をのせました。3、2、1、でで、こんな感じです。分かりやすくやるとこちらの2色が新色になってまして、1番、3番、5番、6番、7番、8番になっております。実際に今私がつけてるのがこの8番なんですけど、こんな感じですね。なんかこの2色がちょっとなんか222って似てる感じがします、雰囲気。あとは好みですね。もうでも私思ったよりこのピンクベージュ、この色もすごい好きだったな。でもやっぱりこの2色かな。新色の2色がすごく秋っぽくて、これからの季節もすごい良きです。こんな感じです。はい、ということで今回はインテンティオのリップをご紹介したんですけれども、いかがだったでしょうか。でも私これを初めて使った時にもうめちゃくちゃ唇がぷっくりして見えたんですよ。すごくボリューム効果というか出力がすごくこのリップ高いなと思って、もう今でもこのリップつけてるだけですごいぷっくらしてプルプルリップになれちゃいます。なんか私グロスとかあんまり好きじゃないんですけど、こういうリップでちょっとプルプル効果っていうのがあったらめちゃくちゃいいので、このリップはなんかそういう意味ではグロスっぽいではないけど、リップのリップを超えたバージョン、グロスリップしたらリップ超えしてます。はい、ですね、聞いたところによりますと、なんとなんと私のインスタのこのリップを使ってる画像がお店のポップに使われてるみたいですごく嬉しいです。なのでちょっと私も見に行こうかなと思います。もしお店とかに私の写真があったら、前のいたよみたいな感じで私に送っていただけたら嬉しいです。待ってます。はい、それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。あ、概要欄に URL 貼ってあるのでそちらから飛んでみてください。こちらのリップですね、楽天でも買えるみたいなのでそちらも要チェックです。それでは皆さん、おやすみぬくてぃ。絶対撮ってるじゃないですか。撮ってますよね、今。今ですか。はい、いや、心の持ちようです。撮ってると思ったら撮ってます。撮ってると思ったら撮ってる。はい、いや、撮ってないと思ったらこれは撮ってない。今は撮ってますよね。いや、僕は撮ってないって思ってます。だって怖くなって思います。なんで撮るんですか。まず撮影の始めるもやってないのに。噛みましたね。こんにちはハーブティーもする準備してないのに。いいですよ。やだ。では間違えた。バランス取るの難しいですからね。確かにちょっと。
前かがみになると後ろに手欲しくなりますよね。触れなくていいですやっぱ手な無意識だわ。やば、ゆりゆりサインします、カメラに。あ、しようかな、いいですか。ダメです。ダメかぁ、美味しそう、いい匂い。どうもいいです、本当に。バイバイ